やあ、君が私の話に付き合ってくれるかい？私はね、昔から歴史家になりたかったんだ。この乱世には歴史が動く瞬間というものがある。その感動を書に残せたら素敵なことだと思わないかな。確かになかなか理解されにくいものでね、この乱世の様を記すべく日々筆を進めているのだが、歴史家が通る壁にぶち当たっていてね、どうしても主観が入ってしまうんだ。それはないよ。私も随分非情な策を使った。これはどうごまかしようもない。後世の批判はあえて受ける。それが歴史さ。ただどうも特定の人物に肩入れしちゃってね、神の視点になるというのは難しいものさ。だからこそやりがいもあるのだがね。